山『兄の家に泊まった時のことその夜は襖を隔てた隣同士の部屋で私と兄はそれぞれ寝ることになりました。眠ってからどのぐらい経った頃でしょうかふと目を覚ますと襖とは反対の方向にあるその部屋の入り口の方に何やら気配を感じました。 何だろうと目をそちらへ向けようとした途端に金縛り状態となりましたその何かが近づいてくるのが分かりましたするとそいつは私の寝ている布団の周りをぐるぐると回り始めたんです異常な重力に押しつぶされそうな感じで 私は苦しくて仕方がありませんでした。しかし、動くこともままなりません。うめき声を上げるくらいしか、できませんでした。と、その時、襖ががらりと開き、兄が飛び出してきました。この野郎、何しやがるその瞬間、金縛りが解けて、 体が自由になりました。部屋の明かりをつけ、少し落ち着きを取り戻すことができましたが、何とも言えない異様な空気がまだ漂っていました。兄の話によると、私のうめき声で目が覚め、何やら異様な気配を感じたので、襖を少し開けて、覗いてみたそうです。 すると私の布団の周りを山伏の格好をした人がぐるぐると歩き回っていたそうです兄は直感的にやばいと感じ飛び出してきたそうですあんまり気味が悪かったので翌日知人が親しくしているという 霊能者の人を紹介してもらい相談してみることにしましたそこで思っても見なかったことを言われたんですその霊能者の話によると私に呪いをかけている者がいるとのこと兄が見た山伏はその人に依頼を受けて私に呪いを実際にかけている人だったそうです もし、兄が飛び出してこなかったら、おそらく私は命を奪われていたとのことです。しかし私には、全く呪われるなどの心当たりがありませんでした。その霊能者の方は、私がかなり危険だということで、呪い返しの祈祷をしてくれ、また、 本来は極秘とされているという身を守るための呪文を、決して他人に教えないという条件で伝授してもらいました。これで、呪いはすべて呪った本人へ帰っていくとのことでした。その後、しばらくは呪文のおかげか、何事もなく日々が過ぎていきました。そんな折に、 私の会社の同僚が突然心不全で亡くなったのです全く健康な人だと思ってたのでみんな本当に驚きましたしかし私はそれに加えてどうしようもなく恐ろしくなりましたもしかしたらあの人が 「私のことを今となっては確かめようがありませんがどうにもすっきりとしない気分が今も続いています」。